かった。はい、はい、今蹴飛ばしただろ。私たちは IT、物流資源をはじめ、人と人をつなぐイベント事業、法人、個人の抱える課題を解決するコンサルティング事業、人の夢を応援する事業、地球環境を配慮する事業など、多岐にわたりあなたをサポートします。そしてあなたの問題を解決に導き、人と人、企業と企業をつなぐことが私たちの使命です。人をつなぎ、輝く未来を創造する、アースライズ。皆様、おはようございます。おはようございます。今日は3月3日ということで、はい、ひな祭りですよね。ひな祭りですよ。ひなが言う鳥みたいな言い方や見えませんからね、カメラの位置的に、はい、多分ちょうど見えて、はい、頭がちらほらしてるかもしれないですね。ひまりがやってきました。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて、皆様いかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターは私、中尾和樹がお届けいたします。この番組は北千住にあります、シーウェイブ。テライトブースにて生配信をしております、はいはい、シーウェイブの中の一つの番組で声優から声優ラベイン河川樹と、そんなかっこいい名前だったんですね。ラベインのネイティブの歌で、はい、というタイトルに変更しています。第1金曜日の19時から50分間生配信をしております、はい。ご来場いただけるとスペシャルゲストに近くでお会いできるのと、はい、ケーキ、はい、プレゼントコーナーを設けております、はい、素晴らしい。はい、抽選しプレゼントをさせていただくという特典や、分散がある場合がございます。ぜひまたやるんだエンドレスですねお寄せください、はい。そして後日アーカイブ見てご覧いただけます、はい、その際はぜひチャンネル登録、そこのぜひは普通なんですねぜひもう終わらないから、まあ、あの応援していただけたはい、はい。高評価ボタンをポチッとしていただけますと幸いです。はい、できます。やっぱり、ね、お金を取ったら、
確かにみんな脱いでますよ、ね、めちゃめちゃ厚着でマフラーもして、うん、まあでも夜は冷えますからね、まあ、まあそうです、うん、まあね、でも今こう中ですからね、それでは本日のゲストを紹介したいと思います、うん、ケンプロダクションより、はい、はい、大隅健太さんです。大隈です。はい、このやり取りもありがとうございます。大隈です。大隈健太です。いつもいじってるけど、大隈健太さんです。大隈健太です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ネタです、うん、はい、ネタです。いつもありがとうございます、ね、もう3回目になる。3回目、こすりにこすってそう、もう、うん、そうしまして、うちのエアエージェンシーより、はい、大川隼太。あ、大川隼太です。よろしくお願いします。はい、なんか最近になって、もうなんか知んないですけど、年齢確認されるんですよ。なんで？わかんないです。お酒とか買うときに。この年になって。それは未成年と思われてる、うん、思われてるんですよ、うん、見えます？見えない。見えないよね。見えないよね。どう考えても19には見えないだろうと思って、うん、大学生なら分かるんですけど、19歳には見えないんですけど、まあ、ちょっとマダムの方とかには、うん、スーパーのマダムの方とかには、うん、まあ、10代に見える、ね、何回も言ってる。大川です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、そして、はい、マネージャー福野ひろみ。はい、はい、あ、すみません、福野ひろみです。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はひまちゃんも一緒にやってきました。さあ、お姫様の日。挨拶できるかな。挨拶できるかな。福野ひまちゃんで。挨拶できない。名前なんていうの。ダメ。何歳。福野ひろみ。お、すごい、挨拶できた。ひまり3歳になりました。待って待って、今のは乗ってくださいよ。誰も拾ってくんなかった今の。ね、明かりをつけましょう、ぼんぼりにお花をあげましょう。桃の花五人林のひろみんたん。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ここにひまたんもいます。はい、ということで福野ひまりちゃんですね。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当もこんな日に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。桃のセック。なんか生で、ね、閲覧がされるっていうことでね、緊張しますね。本当ですね。こう目の前で喋ることないですもんね。ないです、ないです。今までこうブースの中にいたので、はい、ね、鏡越しになっていたので、なんか下手なことできない。そうそう、下手なことできないな。ちょっと緊張してます。監視されてるみたいな。でも、ありがたいですよね。はい、もうありがとうございます。もう寒い中、はい、ありがとうございます。はい、聞いててください。はい、はい、さあ、じゃあ、コーナーに移行しましょうか。はい、はい、ババンババンババン。なんだっけ。しっかりして。ババン。まずあれですよね、シネラリア今流れてましたよね、さっき、うん、オープニング曲ですね。オープニング曲、はい、かけていただきました、はい、そしてですね、うん、福野ひろみ所属、あ、はい、アースライズですね、はいはい、先ほど最初に流れていたアースライズ株式会社さん の CM 流れてたかと思うんですけど、はい、私そちらに所属しておりまして、なんと、はい、なんとどういったところなんですか。芸能事務所になっております。そうですね。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、アースライズをよろしくお願いいたします。はい、はい、そして、あ、どうした邪魔しないようにね、ひまりさん。そして、そしてそして、うん、でテーマトークいきましょうか。はい、はい、うん、うん、はい、ババテーマトークのコーナー、フリートーク、はい、フリートーク、その前に、はい、でもあれ、あれだ、大隈健太さんの、うん、自己紹介、自己紹介をしてませんでしたよ、ゲストさんの、うん、うん、まあ、3回目ですからね。
中尾和樹でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、はい、ケンプロダクション所属大熊健太です。よろしくお願いします。言うんだこれは2回目な気がします。2回目はい、なんか、うん、最近なんかあった、うん、最近うん、なんかあったっていうのはなんか美味しいものを食べたとか、風邪ひいたとか。風邪はひいてないですけど、すごい美味しいものは、はい、正月に帰って食べた実家の飯ですかね。あー、実家大阪でしたっけ。大阪です。やっぱりたこ焼きですか。いやー、たこ焼きは食べませんでした。あれなんか実家のそのおふくろの味っていうものは、その大熊さん的には何なんですか、その実家で。昆布巻きですね。昆布巻き。昆布巻き、渋いな。はい、さよりを、そうなんだ、さよりを巻いてくる。さよりとかさわらとかを昆布で巻いて、魚ね、魚を、はいはいはい、お正月の時に食べる。お正月の時に食べる、それが好きでね。お母さんが作ってくれる。はい、お母さんが作ってくれました。お父さんはカレーを作ってくれました。いいですね、はい、美味しかったです、最近食べた美味しいもの実家の料理でした、はい、いいですね、羨ましい。日本酒に合いそうだよね。いや、合いますよ。飲むことばっかりですね。もういいからお酒のことばっかり考えてさあ、そして大川隼人は、はい、はい、何ですか。何ですかじゃない。最近あった美味しい話ですか。なんか一言。なんか楽しいこと。なんか一言。さっきね、年齢確認をされるようになったっていうのと、あと、はい、この僕帽子かぶってるんですけど、懐かしいな。中尾和樹さん、オッチョさんにお誕生日プレゼントとしていただきました。うん、ナイキの。それとコートもらってたよね。はい、コートもらったんですけど、うん、コートあれめっちゃ熱いんですよ。今じゃないね。あったかすぎて、うん、逆に今着てないっていう。着ろよ。暑いんですよ、本当に。今さすがに着てたら。めちゃめちゃ真冬に着るようなものなんで。なるほど。まあ、もうめちゃめちゃ1月2月はもう大活躍してましたね。うん、すっげえ高いんだよ。それは言っちゃ言わなくていいんですよ。でも一つちょっと、うんうん、オッチョさんに言いたいことがあって、これまあちょっと見えないと思うんですけど、うん、ナイキのなんかそのロゴで、うん、Just Do It って書いてあるんですよね。 Just Do It。 そうで、僕ごめんなさい、英語弱くてJust Do It ってどういう意味なんだろうと思って、うん、その場でオッチョさんに、うん、Just Do It ってどういう意味ですかみたいな感じで聞いたら、うんうんうん、お前だ、お前だよ、お前が主役だって意味だって言われて、あ、へえ、すごい、じゃあ誕生日にすごい合ってるなと思って、すっごいと思って、ジャストだから、ね、そうって思って、うんうんうん、で家に帰って、うん、あれでもジャストデュー、ん、なんか違くねえかと思って、家帰って調べたら、うん、今だって意味だったんで、全然違ったって。なんかもう超適当、超適当じゃんこの人と思って。近い近い近い近くない。お前だって意味じゃなかったって。うん、そう、おーなった。ちょっと危うくね、僕がね、うん、恥をかくところでしたね。いろんな人にね、これそう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 、主役だって意味なんですよ、主役だって意味なんですよって言わなくて、これでね、先輩にもらったんですよみたいな、言わなくてよかったと思って。やっぱ調べることは大事だね。大事だなって、ごめんね。シャッ、よかった。でも騙されるでも気持ちはすごい嬉しかった、嬉しかったね。さあ、ヒロ、はい、はい、じゃない、突然振らないでください。最近どうですか。最近ね、ね、はい、会うの久々じゃないですか。あ、そう、誕生日の時にやったぐらいですかね。はい、そうですね、うん、大熊健太さんはね、一緒にお好み焼き食べに行ったりとかしたんですけどね、はいはいはい、来なかったですけどね。いや、仕事が入ってたのかな。すいません、はい、申し訳ないです。そう、結構間空きましたよね。そうですね、うん、はい、あなた自身どうですかって話なんですか。私ですか、はい、戻さないでほしいんです。私はこの、ね、休暇中、ね、一旦休止中でして、はい、そこからこの復活するまでの間、はい、そうですね、旅行とか行ってましたね。お、うん、親と、あとひまりもそうなんですけど。どちらに行かれたんですか。奈良の方に行ってきました、ね。奈良、はい、奈良の、ダダ押しっていう、ダダ押し、ダダ押しっていう、お母様、お父様か、違う違う、お兄そう何そう、2月14日にやる、行事事なんですけれども、バレンタインの日に、
そうバレンタインデーの日、毎年バレンタインデーの日にやっているダダ押しというので、まあ、検索してみてほしいんですけど、はい、まあ、役払いというか、はい、そういうのであの一緒に見に行ったところ、すごい気に入って、鬼かわいい鬼かわいいとか言ってひまりさんと言ってて写真見たけどかわいくねえぞ結構な迫力で、もう火祭りというかすごい、うん、火祭り、火を焚いて、で火が、あ、なんていうの、鬼が運んで、その鬼が火祭りにあげられる、違います違うんだ、それは違うんです違うんですけど、とんでもない用事だなって思って違うそうですそうです、うん、でそれと、あとそうですね、あと田舎が滋賀なので、はい、あの親の田舎とかに行っておりました、はい、なるほど、はい、はい、そう、あの親戚が漬物屋さん、ほう、はい、そう、うん、千枚漬けの美味しい、めちゃくちゃうまかったあれ、はい、僕もいただいたことあるんですけど、めちゃめちゃうまいです、うん、千枚漬けっていうものを知らなかったんですけど、うん、めっちゃでかいんですよね、うん、そう、こんなんで、こんな、なんで、うん、薄いや、何大根って言うんでしたっけ、千枚漬けの、うん、千枚漬け、聖護院大根でしたっけ、何でしたっけ、あ、元のやつ、桜島大根みたいな大きいやつ、もうぶっといやつですよね、あの、うん、ぶっといやつの株でしたっけ、元はちょっとごめんなさい、あ、わかんないですね元はちょっとそれ一番大事なところなんです、物ばっかり食べてるのでネバネバした感じで、はい、そうです、はい、食べてばっかりな、それはすごいおすすめなんで、はい、それを、はい、皆さんにも勧めたいと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次のコーナーに参りましょう、はい、ババン、ババン、テーマコーナートーク大丈夫ですか、はい、Q&A の件なので、うん、時間があれば、うん、下記の誰かを質問するかもということで、うん、まずひな祭りについてひな祭りです、そんな、そうだ、こんな台本通りに全部読む感じなんですか今あの読まなくていいとこ読んでましたけど、ね、誰も突っ込まないから言いますけど、まあ、いや面白いじゃん、いや、ひな祭りですね、ひな祭りの話題ありましたよね、うん、あのうさぎの日でしたっけ、あ、そう、なんかうさぎの日らしいんですよ、ね、そのために持ってきたわけじゃないですけど、はい、うん、ひな祭り、おわ、おわじゃないか、ひな休み、ひな祭り、うん、ひな祭りとうさぎの日っていうね、うさぎの日、桃の節句、うん、ね、だから今日今旦那ね、うさぎをね、はい、連れてきたんですよ、ね、連れてカミカミしてますね、うん、はい、食べられ、耳をね、食べられちゃってますね、さあ、次ですそんなそんなんでいいんだ、雑、そんなんでいいんだ今、いやだって いっぱいあるんだもん、そうですね、うんうん、まあこれはね、はい、なぜ声優になろうと思ったのかっていうのを聞きたいんですけど、うんうん、はい、はい、僕でいいですか、もちろんですよゲストさん、僕でいいですか、あなたですよ、今日のゲストはね、ね、大熊さん、最初声優になろうと思ったのは、うん、中学校2年の頃に、うん、まあ、深夜アニメを見るのにハマりまして、はいはいはい、そこで今も現役バリバリでご活躍されてる若本のりおさんが、うん、おー、はい、若本さん、はい、うん、出られてまして、うん、ふぐたくん、そうですよもうね、悪役のイメージ強かったけどすごいギャグキャラをやられてて、もうこんなこの人と一緒に仕事がしたいなって思ったのがきっかけですね、うん、はい、絶対楽しいに違いない、はい、共演できた時は本当に嬉しかったです、あ、できたんですね、できましたね、ちなみに何で共演できたんですか、牛尾と虎と、あ、はい、作品で、そうですね、はい、ちょっと紹介しそびれたんですけど、そうね、そうね、大熊さんの、この大熊さんもいろいろもう出られてまして、うん、もう印刷したら大量になってしまいまして、恐れ入ります、じゃあちょっと、はい、少しご紹介してもよろしいですか、タイミングおかしいんですけどお願いします、はい、お願いします、はい、まずアニメですね、黒子のバスケだったり、はい、進撃の巨人、はい、はい、ちはやふるシリーズですね、ちょっと7年間もね続いたんですね、うん、もう、まあ、すごい、はい、あと初めの一歩だったり、はい、弱虫ペダルだったり、知ってる知ってる、ガンダムだったり、はい、はい、いろいろ、もう先ほどおっしゃった牛尾と虎だったりとか、うん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 、あとおそ松さんも出られていて、うん、で今はもう流行りの僕のヒーロー出た出た今も続いてるね、作品で、ね、はい、ヒーローだよね、ヒーローです、ヒーローですよね、ヒーローです、うん、なんでセメン
セメントス。セメントス。セメントス。でもいろいろやられてますね。いろいろやりすぎてすごいですね。もうヒロアカの中でも、まあ、ヒロアカは本当にいろんな役やらせていただいて、本当声優さんすごい、今回のシーズンで今までやってた役がドワッて出てきた。あ、そうだったんですか。それは同じ輪にいっぱい出てきたりするんですか、その自分の持ち役。うわ、それ演じ分けとかすごい大変じゃないですか。演じ分けはそうですね、まあ大変というか、はい、もうドキドキしながらやってます。でもね、大手のケンプロダクション、いやそうですね、はい、もういや天下の話ですよね。ありがたい話です。本体も、あ、はい、藤原啓治さんも、うんうん、元ケンプロダクションで、はい、エアエージェンシーの社長さん、うん、はい、他にもね、あとマクロス、はい、デルタだったり、はい、最近ですと、そうです、最近ですと SK8 だったり、うん、不思議駄菓子屋銭天堂、はい、というものもアニメでは出ております。はい、はい、うん、させていただいてます。はい、あとすみません、僕個人的に、はいはい、ポケモンが好きで、あ、ミュウツーの逆襲エボリューション、はい、見ました。 3D っていうか、うん、ね、あの、うん、めちゃめちゃもう映像がもう綺麗になって、うん、はい、もう子供の頃見たやつに出てらっしゃるってすごい羨ましいなって個人的に思う。めちゃめちゃ嬉しかった。子供の頃か。そうですね。でももうそうですね、ポケモンは出られ、うん、ポケモン出るのも目標だったんで、うん、あ、そうだったんですね、はい、携わらせていただいて本当に嬉しかったですね。劇場版に2つ出てますね。2つ出てますね。劇場？劇場版です。まずそのミュウツーの逆襲レボリューションっていうのが、うん、まず、あ、ごめんなさい、エボリューションっていうのが、うん、エボリューションっていうのが、まず劇場版のものなので、はい、はい、はい、うん、しかも他の劇場版ポケットモンスター、うん、みんなの物語でドーブルやってますからね。ドーブルやってましたね。スケッチが得意な、はい、ドーブルです。ドーブルっていうポケモンがいるんですよ、はい、はい、よくね、ドーブルでね、あの四天王を倒してみた、ドーブル一匹で四天王を倒してみたみたいなやつが YouTube に上がったりしますけど、はい、そのドーブルですよ。そのドーブル、まあ、あの犬の絵描きさんのポケモンがいるんですよ。それやらせてもらったり、はい、はい、いろいろね、いろいろ出させていただきました。はい、ポケモンつながりでしたよね、そういえば。ポケモン、あれ、ポケモン GO、 ポケモン GO、 あ、そうですね、やってましたよね、ポケモン、はい、またちょっと話違うけど、あ、ポケモン GO もやってました。番組終わった後に、あ、失礼しました。ポケモン GO やってました。個人的な急に話を。ポケモンといえばっていう、はい、うん、あと他にもアベンジャーズだったり、はい、アイアンマンだったり、はい、はい、あとガイガがね、うん、もうすごい多くて何から話していいのかわからないぐらい、どれを言ったらいいのかって感じだよね。本当にもういっぱいありすぎて、うんうんうん、どうしたらいいんだろうっていう、なんか思い出に残ってる作品とかありますか。やっぱり、はい、でもこの中だと、はい、このセキュリティという、セキュリティ、はい、はい、ネットフリックス版なんですが、はい、吹き替えの映画作品で初めて、うん、あのメインどころをやらせていただいた作品で、もう撮ったのは6年前になるんですが、どういう作品なんですか。ネットフリックスで見れるってことなんですけど、ね、はい、なんか強盗からちっちゃい女の子を、はい、守るために、はい、スーパーの警備員たちがめっちゃ頑張るっていう。結構ハードなね、アントニオ・バンデラスだったかな、はいはい、が主役をしてて、はい、はい、僕はこのバンスっていう、リアム・マッキンタイヤさんっていう方が演じるバンスっていう役をさせていただいたんですけど、これは印象残ってますね、はい、あと印象に残ってるのはこの幸せの絵の具愛を描く人モード・ルイスっていう作品、これ印象残ってるんですけど、これはもうバチクソに怒られたんですよ、もうディレクターさんに、これ撮ったのは5年前だったんですけど、はい、もうそういうこともありましたね。それはネットフリックスではなく、ごめんね、ネットフリックスじゃなくて、うん、まあ、普通にレンタルとか、うん、映画館でもやってたみたいなんですけど、吹き替え版は、うん、あ、吹き替え版じゃなくて字幕版は、吹き替え版は多分その DVD ブルーレイとかなってるとは思うんですが、はいはいはい、ディレクター誰だったの。言っていいんですかね。多分言わない方がいいと思います。イニシャルだけ言っておきますね。はい、あの、アイさんです。男性女性。男性です。アイさん誰だ。
今探さない。ちょっと詮索は詮索は即座に多分あのポロって言っちゃう気がするんで。ね、言っちゃいけないこと、ね。言っちゃダメですね。はい、確認取んないとね。はい、はい、うん。あとね、吹き替えドラマだとエレメンタリーだったりとか、ースーパーナチュラルだったり、トゥエンティフォーレガシーだったり、ピノキオ、ピノキオですか。ピノキオっていうあの、はい、韓国ドラマ。あ、韓国ドラマなんですね。嘘をつくとしゃっくりが止まらなくなるっていう架空の。あ、こっちじゃない。私も伸びていくのかと思った。嘘をつくとしゃっくりが止まらなくなるっていう架空の病気が流行ってるっていう世界のあのラブストーリーの韓流ですね。それでアンチャンスっていう役をさせていただいてました。結構やっぱ役のことって自分がやったやつと覚えてるもんですか。覚えてるやつは覚えてますね。もう本当にこうね、ありがたいことにウィキペディアのページもちょっとどなたかが作ってくださってて、ああ出てたなこれとかっていうのでその時に思い出したりとか、はい、いろいろ、はい、はい、そんなねいっぱい出てるんですけれども、うん、その最近だと、うん、なんか今こういうのでやってるよみたいなのありますか。最近だと、はい、まあ YouTube で、はい、それこそ YouTube で、はい、まあ、子供向けコンテンツ、海外の YouTuber のブリッピーさんっていう方がいまして、はいはいはい、その人の日本語版の、声を、YouTube でのみ、担当させていただいてます。実写版、CG アニメ、あと Amazon プライムとかにも、番組があるんですけど、はい、それぞれキャストは違うので、はい、YouTube で流れてるブリッピー日本語っていうのの実写の方は僕が声を当てさせていただいてます。なんか見た感じなんかあれですか、はい、ちょっとあんま名前出していいか分かんないですけど、うんうん、ワクワクさんみたいな感じですか。そんな感じですね。はい、アメリカ版というか海外版のワクワクさんみたいな声をやられてるってことですね。はい、そうですね。結構陽気な感じ。陽気な、はい。ぜひ YouTube をぜひ皆さんご覧になってみてください。はい、他に何かあったりとかありますか。最近出たのは、はい、今月の17ですかね、はい、17日に、あ、今月じゃない、はい、先月か、先月、2月17日、はい、17日に発売された「ワイルドハーツ」というゲームに、はい、あの竹吉という役で出演しております。竹吉さん、はい、そんなに出てこないですけど、うん、まあプレイされてる方はちょっと探してみて、うん、もうぜひいいかもしれません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな大熊健太さん、うん、大隅健太さん、ね、大熊です。大熊です。大熊ですから、ね、若本さんの芝居を見てから声優になろうと思ったってことでね。そうですね、はい、いろんな役をやられてますけど、はい、そんな声優を目指してる方に、はい、何から始めればいいのかっていう質問をしたいんですけど、どう思いますか。まあ、僕自身も、もうとにかくもうとりあえず、はい、この目指して、うん、でなってしまったんで、なってしまった。とりあえず目指してなってしまったんではすごい、もう限られた人でしかなれないですからね。それでなれないよね。大熊さんはちなみに普通になんか専門学校とか出られて、うんうんうん、そうですね。養成所、うんうん、はい、まあ、スクール寮ですかね。そうですね。あのケンプロダクションの、はい、うんうん、を2年間ですか、はい、よってストレートで。入ってるってことなんで、そうですね、だいぶ優秀ですからね。いやいやいや、いや、もうでもケンプロダクションって養成所は、うん、本当になんかもう養成所の中、声優養成所の中ではもうなんか東大みたいな感じで言われてるらしくて、世間では。そうなんですね。すごい、もうすごい、だからもう超エリートですよ、ね、うん、いや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 、そこで勉強され、まあ僕もそうなんですよね、あの2年間、うん、はい、あーちゃんも講師やってた。そうなんですか。ああ、そうそう、はい、そうですよね。はい、だから縁が深い。そうなんです、そうなんです。そう、何をやった目指してる方に向けての言葉、うんうんうん、まあ、聞きたいですね。ね、いや、まあ、大事ですよ。例えばなんか今からなんかや、ね、なんだろう、滑舌やった方がいいみたいな、はい、声優なりたいです私って言ったらどうしたらいいですか。いろんな作品見ろみたいな。とにかく簡単に割れちゃう。まあ、うん、お芝居は、お芝居に関してはね、うん、なんか舞台とか見て勉強してほしいなっていうのはありますけど、うん、はい、とにかく人生を楽しんでください。かっこいいこと言いました。もう楽しんでないとね、うん、
楽しんでないと心も豊かにならないし、はい、もう今を楽しんで生きて、うんうん、声優目指して、うん、なれるならなる、なれないならなれないもうそこを受け入れて潔いですね、生きていってくださいすごいそんな感じです。かっこいいじゃないですか。ちなみにそのなんか専門学校とか、うん、そのまあ、今その養成所のスクールデュオとか 何で知ったんですか、その入るのだからそれを多分なんか結構きっかけになるんじゃないかな、今から始めると思う方に。専門学校はあの大阪のビジュアルアーツっていうところに行ってたんですけど、はい、で僕が行ってた高校に、今もうないんですけど、あの僕が行ってた高校に、うん、あの体験入学の案内で人が来て、はい、あ、声優学科なんてものがあるのかと。ほう。でそこに入学して、はい、でそのビジュアルアーツが、うん、あのケンプロさんとちょっとズブ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 そんなこと癒着みたいを押しててズブズブって押しててね、押してたんですね、はい、押してて、はい、でそれでオーディションを、うん、しに来てくださって、で養成所取ってもらえることになって、うん、で今に至るって感じですね。はい、素晴らしいですね。いやいやいや、恐れ入りますもん。ちなみに、うんうん、おっちょさんは、うん、その声優目指す方々に、うん、何からやれって言いますか、おっちょさんなら。うん、初心はずるべからず今から今初心なんですけど今なんだ、始めようかな、どうしようかなみたいな、いやでもなって思ってる人にかける言葉なんですけど、うん、いや、まあ、初心はずるべからずは僕らとかに言う言葉ですよね確かにね、なんかね、うん、挫折しちゃうんだよね、やってると、うん、はい、なので、うん、最初はどういうことをやりたかったのかなとか、うん、こういう仕事をやりたい、それを忘れないでほしいっていうのがあるよね。じゃあきっかけはもう何でもいいけど、そのきっかけを忘れずに始めろよってことですね。そうそうそう、なるほど。折れそうになったら原点に帰って、はい、そうですね。そんな大熊さんも挫折なんか したみたいなことあります？挫折もう無理みたいな今までやってて、さっきなんか結構現場でなんか、うんうん、まあ、怒られたというか、あのさ収録終わった後で酒飲んで、あ、あれは挫折というよりただのねえ、はい、まあ収録終わりでお酒飲んでね、記憶なくしたりとかはありますけど、それは挫折ではない記憶なくしちゃうんですか。挫折、記憶なくしたこともあります。あ、なるほど、はい、お酒エピソード、はいはい、いっぱいありそうですね。気がついたら住んでる駅の隣の隣の駅をさまよってたそれ大丈夫でした大丈夫です、まあ、大丈夫だから今があるんですよね。そうです、意識がないってことですよね。そうですよ、うんうん、向こうで食べて、あれと思って、うん、一緒に飲んでた人たちも連絡先とか知らないから、うん、謝りようもないし、どうしようって10年ぐらい前ですかね、ありましたね。若かりし頃の、いやもう若かりし頃の出来事だけではないんですけどね今も現在もあるんですね。そしたらたまにあるかもしれないですじゃあそういうところがいいところなのかもしれないですね。お芝居に関しては、うん、やっぱり、うん、まあ、若手のうち怒られて、うんうん、まあ、良くも悪くも、まあ、ずぶとい性格なのかなっていう感じで、まあ、今回怒られたけど次回は大丈夫だろうの精神で、うんうん、なんとかやってきましたけど、うんうん、なんかそれで萎縮してできなくなっちゃったらもったいないですもんね、うんうん、まあね、まあ、そういう現場もありましたけどねあまりに怒られるから萎縮しちゃってっていうのもありましたけど、はい、まあでもその次にはもう自信を持って、はい、こうやるようになんか慣れたというか、はい、まあ、鍛えられたというか、はい、もう日々勉強だったんで、特にお芝居に関してのそういう挫折というか、はい、そういうのはまあまあ、仕事の有無ぐらいですかね。あ、まあ、仕事ないなって時もありますし、はい、あ、仕事
入るなって時もありますし、はいはいはい、やっぱり波がある仕事なので、はいはい、さあ、話も尽きないんですけれどもたくさん、はい、次のコーナーに参りましょう。いきますか、はいはい、Q&A のコーナーです。出ました、はい、ご視聴者の皆様、そしてアシスタントゲストの方への Q&A をですね、はい、何がありますか。何かあるかな。うん、今のところはなさそうなんで、僕からいいですか。はい、はい、そう、最近ちょっとね、まあ、オーディションとかいろいろ受けるようになってきて、うんうん、ちょっと個人的に聞きたいんですけど、うん、まあでも養成所の皆さんとかね、今から目指す方もなんかオーディションっていうのはもう舞い込んでくるものだと思うんですけど、うんうん、そのオーディションに臨むためになんか心がけてるものとか、うん、その役をやるためになんか準備するものとかって個人的にどうやってるかとかってありますか。何を大事にしてるか。まあ、原作があるなら、はい、それ読みますし、はい、でもオーディション、まあ、まあでも第一印象役の大事にしてますかね、はい、第一印象自分がどう思ったか、はい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 、もう多分そこのイメージってなかなかもう自分自身で逸脱することはできないから、はい、うん、だからまあ、実際ね受かった役とかは、うん、あこれいけるなって思いましたし、はいはいはい、トッドはね、トッド、はい、ね、はい、ぴったりだったもんね。ありがとうございます、はい、あのすんげえ数のオーディションがあって、うんうん、それを勝ち取ったからね。ボージャックホースマン、ボージャックホースマン、ボージャックホースマン、海外のアニメでボージャックホースマン、ネットフリックスでやってるんですよね。はい、それのトット役、ね、うん、トット役で唯一の人間、あのメインキャラクターの中で唯一でもないです、唯一でもないけど人間で、あれだよね、中尾和樹は犬ミスターピーナッツバターで犬をやってるんですよね。オーディションあれ受かった時は嬉しかったですね。あれもやっぱいけると思ったんですか。その時は なんかね、うんうん、根拠はないけど思いましたね、うんうん、あもうこれは俺だろうみたいな。でもやっぱ自分の等身大でやれるものっていうのはやっぱり受かりやすいというか、うんうん、どうなんですかね。だって全世界240何箇所で放送されてたマンモス番組だったからね、うんうんうん、はい、そうですね、うん、ネットフリックスだってもう日本にネットフリックスが来た時のね、うんうん、あのなんかピックアップされてる作品のうちの一つみたいな感じで、ボージャックホースマンはやってましたね。ぜひネットフリックスで噛みましたね。ネットフリックスで見れますのでネットフリックスでボージャックホースマン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。倉庫を行ってる間に質問が来ましたので、うんうん、はい、つくもんさん、あ、はい、ありがとうございます、はい、大熊さんは舞台をやられたと思いますが、はい、うん、アニメ絵に声を当てることと実写の実在の役者の吹き替えるのをするのと、うん、舞台で自分が演じるのとそれぞれ違いなどはありますでしょうか。あでもやっぱり、うんうん、アニメの場合は、うん、あの結構自由にやらせていただけるなっていうのがあるんですけど、うん、はい、まあ、実写になるとあの途端にあのなんか針の穴に糸を通すという か、 なんかあのちょっと緻密な作業になるなっていうのがあって、あと舞台はやっぱり難しいですね。あの体使うってこんなに難しいんだっていう、去年夏にね、夏の夜の夢、はい、シェイクスピアの見に行きましたね、はい、ありましたけど、はい、いろいろやっぱり体を使って舞台に立つっていうのは、うん、またあの声優の仕事とはちょっと違った、あの感じがありましたね、はい、それぞれの違い、まあだから、うん、アニメはまあ、表現のね、なんて言いますかね、アプローチが全部違うんで、なんて言いますかね、いや難しいですね、難しいですね、これ難しいですね。やっぱ
その吹き替えとかだと、うん、やっぱその役者さんのやっぱ空気感だ、息の吸い方だったりとか、それも全部合わせるからこの表現になるよっていうのもありますし、アニメだと逆に絵だけなんで自分がどれだけ想像するかみたいなところありますし、それが全部なんかもういろいろあるのが舞台みたいな感じ、 その時の空気感もありますし、それが言いたかったんです。あ、すいませんそういうのが言いたかったんですよ。言いたかったのかなと思って言いました。みんなで見に行きましたもんね。そうです、ありがとうございました。もうめちゃめちゃ楽しかったです。はい、本当に。でその後ね、来てくださって ね、あのご挨拶に伺わせていただいて、本当にありがたい。まあでもそうですね、うん、はい、距離感とかね、はい、距離感難しいですね。はい、舞台やってるからってなんか距離感がどうとかっていう話でもなんかないような気もするんですよね。はい、はい、回答ありがとうございますということで、あ、はい、ブリッピーは子供と、はい、大元の海外動画をよく見ていました、うん、イメージぴったりでとても良かったです。ありがとうございます日本でももっとねブリッピー流行ってほしいですね。そうですね。あともう一個だけいいですか。はい、はい、大隅、あ、違う、大隈大隈さんが演じてみたい役はありますか、はい、でこの方クーさん的には悪役を演じてほしいらしいんですよ。あ、もう悪役ですよ、やりたいの。あ、やりたいの。やりたいのは悪役なんですよ。めったに回ってこないですけど、まあ、なんか分かりやすいやつで言えばやっぱりバイキンマンバイキンマンはそうですね。あのちっちゃい頃からね、まあ、ゲゲゲの鬼太郎とかでも、あの鬼太郎よりもネズミ男、あのアンパンマンでもアンパンマンよりバイキンマンとかそういうのが好きだったんで、あのドラゴンボールで言うとどうなんですか。フリーザじゃないですか。バイキンマンだから。あ、セルじゃないんですね、そこ。セルもありますけど、そりゃ、まあ、憧れの若本さんです。ベジータもともとね、なんかあのウルトラマンとかでも怪獣ってなんか、うん、あのやられていくじゃないですか、うん、最終的には、はい、悪役っていうの、バルタン星人とか、はい、そこになんか美学を感じるんですよ。なるほど、悪役の美学っていう。さあ、お時間になりました。はい、生稽古のコーナーに行こうかなと思います、はい、プロの声優が生でアテレコをやったらどういう風になるかなっていうのをやっていただこうかなと思います。原稿ある？あります、はい、今こっち僕のですね。ああ、じゃあ、いつ入れ替わったんですか。もう机の上が大変なことに。タイトルですね、はい、ピーナッツバターとトッドの北千住グルメということで、ミスターピーナッツバターとそうね、はい、ボージャックホースマンで、はい、流れてたキャラクターをやっていただこうかなと思います、はい、ミスターピーナッツバター役、中尾和樹でございます。犬役ですね。トッド役、大隅健太。大隅健太です。大隅健太さん、よろしくお願いします。大隈ですよ。ヤタマン、大川ハヤタ。ハヤタマンです。ちなみにこの台本に書いてあるハヤタのタが、うん、あの太いになってるんですけど、僕はあの淘汰される方のタなんで。失礼いたしました。三髄の、はい、まあ、どうでもいいですけど、はい、すいません。いじられたプイン役、福野博美。はい、よろしくお願いします。何のこっちゃな役目ですね、もうね。さあ、やってまいりましょう、はい、ミスターピーナッツバターからのセリフです。3、2、パスタがめちゃくちゃ美味しいんですよ。ぜひこういうお店に来てください。ただ公開できないので検索していただければ、カツ丼とかもろもろあるんですけれども、声優の後輩なんですけれども、グルメの後輩がいまして、それを今日お呼びいたしました。トッドです。はい、俺トッド。この店はねめちゃくちゃ美味しいんだよ。俺も大好きなカツ丼もあるんだけど、その中で一番美味しいのがパスタなんだよね。それはどこのお店ですか？
パスタ大好き、気になる。早稲田のとあるお店なんだけど、隠れ家だからな。ああ残念、ここでは公開できないのね。じゃあまた後で紹介してくださいね。北千住でお店どこかおすすめある？プインさん。はい、うずらの卵室蘭焼き、ピーナッツバターに連れてってもらったんだ。うずらを殻付きのまま食べるんだよ。何それ。そう、塩味とタレ味があり、両方めちゃくちゃ美味しかったです。あーもう私食べてみたいわうずらの殻付きなんて食べたことないもの、うん、北千住にそんなお店があったんだね。マルカヤだよ。マルカヤのヤは、部屋のヤと書くんだよ、うん、ここは何でも美味しいんだよ。そうスタミナ焼きやレバーやニンニク丸焼きや、ああいう誰が。あら汚いわね、期待度アップよミスターピーナッツバター私も食べたい。食べたい。日曜日が定休日で予約ができないんだよね。じゃあこの後食べに行くか。やったーい、今日金曜日だもんね。やったーい、やったーい。プイン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 マルカヤね、マルカヤね、はい、美味しいんだ。さあお時間が来ましたので、また次の機会ですね、はい、お会いいただければなと思います、はい、エンディングですね。そうですね、はい、それではナビゲーター私、あ、まだありますね。今流れてるのが冬のひまわりです。あなたの歌詞でクリスペーシーの、はい、思い出にプレゼントがあります。ですよね。やったー。プレゼント企画としまして、うん、大沼健太さんのサインプレゼントですね、はい、こちら3名様、やった3名様、はい、はい、募集しておりますので、またひろみのツイッターの方を、はい、はい、私のツイッターでもよろしいですし、あと声優ラブっていう、はい、新たに設けておりますので、そちらの方に連絡いただいても大丈夫です。はい、46分になりましたよ。はい、で、あとプラスもう一つ、プラスもう一つありまして、あとは聴者さんに聞いてもらいます。ありがとうございます。こちら、はい、ブラッククローバーの、ブラッククローバー、ブラッククローバーの、ありがとうございます。劇場版ですね。はい、そうですね、シンプル、オルジだ。オルジだ。オルジさんが、はい、主人公のお父さん役です。佐藤さん、こちらの一枚すごいプレゼントさせていただきますので、やった、こちらも久保ひろみのツイッターの方で、はいはい、お待ちしております。お待ちしております。はい、はい、サインもサインもお待ちしております。はい、次はあれですよね、来月の、第1金曜日7時からまたこちらでありますので、その時に、はい、の抽選を行いたいと思います。はい、あれですね、この番組はご来場していただけるとスペシャルゲストに近くでお会いできるのと、はい、あと不定期でプレゼントコーナーを設けておりますので、はい、最優先で抽選しプレゼントをさせていただくという特典や物販もある場合がございます。はい、はい、皆様ぜひ足をお運びいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。いただいた方は最優先抽選させていただきます。ありがとうございます。さあ、それではメインナビゲーター中尾和樹でした。そして、福野ひろみと、はい、ひまりと、はい、大川隼太と、はい、大隈健太でした。はい、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。バイバイ。思ったんですけど、まだ早かった、まだ早いので、そうね、早いから感想を聞きたいんですよね。あ、感想、まだあれ、そうね、50分ですよ。50分前まであと9分あるんですよ。だって9分あったんですよ。閉めちゃったけどね、なんか閉めてね、アンコールがありましたけれども、やっぱり
初回なんでこういうねトラブルもいろいろあったりとかでね、僕らもちょっと今かかってる状態ですかね、馬で言うね、はい、馬で言う、馬で言うね、かかってるんですけど、ゴージャスコラボで、はい、どうでした？3回目のスイッチ切っちゃう、スイッチ切っちゃう、どうでした3回目のゲストは。いや本当になんか、あ、残り時間あと1分です、本当に温かい空気でまた迎え入れてくださって本当に、光栄に思います、はい、またね、はい、4回目に5回目、はい、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。大熊ですかね。おじさんは復活して久々に復活してどうでしたか。とりあえずスイープしとるよ。違う最近はね、ご飯も食べてますか。僕お母さんみたいだな。あんま食ってない大丈夫ですか。ヒロミさんもなんか言い残したことないですか。はい、頑張れ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 。いいんですか、これが最後の言葉になりますよ。はい、ってことで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしく。